ろしくお願いします。はい、というわけで蛭子さんは、はい、このビートスケッチの開発スタッフということなんですが、はい、皆さんどなたかに似てると思いませんか？ちょっと気づかれた方ももういらっしゃるかもしれませんけど、あの皆さんご存知の蛭子氏登壇さんの実の息子さんです。イエイ。というわけで、でもただ息子さんなんじゃなくてこのビートスケッチの開発者であるということで、ね、もう蛭子家の DNA がこのビートスケッチに投入されているあたりをですね、今日はゲームを一緒に楽しみながら皆さんに知っていただきたいと思います。はい、そしてですね、お父様がもう映ってますけど、今日のために書き下ろしてくださいました蛭子さん、ありがとうございます